磁石だ。何してんのかよくそやるじゃねえかクロム、磁石さえありゃ。怪しげな黒い砂だ。砂鉄4に炭1ちょい混ぜて焼くだけだ。木燃やした火の温度ってのはせいぜいが700度ってとこだ。だが砂鉄を鉄にする製鉄に必要な温度は1500度。全く足りないじゃないか。どうするんだ。ふうふうしまくる。じゃんじゃん酸素ぶち込むしかねえ。ひったすら空気を送り続けて。フーフー機能パワーアップ改造した製鉄所レベル2だぜ。これで交代制ならいけそうだぞ。ああ文字通りの電光石火だ。炉を溶かす。琥珀の盾に漆が塗られてる。借りてきたんだよ漆。漆の絶縁体性能は半端じゃねえ。鉄の棒に塗りたくれ。おお板に溝を掘ったぞ。銅を溝に流し込んで固まった銅線を鉄の棒にぐるぐる巻きまくる。地面に突き立てられる長物でもあれば。えっ、うん、来たぜ電気の神が。センク、磁石作りは失敗かもしれんぞ。くっつくどころか近づける。謎の力で弾かれる。SN 逆だ。うっ